サーシャ・クリエスタンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州出身のサッカー選手。メジャーリーグサッカー、ロサンゼルス・ギャラクシー所属。ポジションは MF。サッカーゲーム f i f a 10北米版のカバーに、フランク・ランパード、クアウテモク・ブランコと一緒に登場している。兄弟のゴードン・クリスタンはかつて、レッドブル・ニューヨークのオープンカップに出場した経験がある、元サッカー選手である。 オスニア出身のセルビア人の父スロブコワ FK、ジェリエズニチャルサラエボでプレーしたセミプロのサッカー選手だった。地域4のオリンピックディベロップメントプログラムチームでプレーした。彼はまたシートンホール大学のチームで3年間プレーした。2004年には全米大学体育協会のベスト11に選ばれ、2005年にはベスト11のサードチームに選ばれた。2005年には ビッグイーストカンファレンスのオフェンシブプレイヤーオブザイヤーに選ばれ、2004年と2005年にはビッグイーストカンファレンスのベストイレブンに選ばれた。大学時代の2005年に記録したアシスト数15は1シーズンでの過去最高記録であり、3年間の通算アシスト数28は歴代5位の記録である。 キャリアを通じて20ゴールを挙げ、3度の NCWA トーナメント出場に貢献した。2006年の MLS スーパードラフトでは、全体の5位でオレンジカウンティ、ブルースターに指名された。2006年の MLS 最優秀新人選手賞の最終候補にノミネートされ、2007年にはコパアメリカ2007に参加した。また、U-23 アメリカ代表として、 今ンカーカフプレオリンピック大会に出場し、3から0で勝利したカナダ戦で得点した。2007年4月21日、レアルソルトレイク戦の後半に、相手 FW、アンディ・ウィリアムズに対して悪質なファールをし、イエローカードを受けたが、ウィリアムズは深刻な怪我を負うこととなった。このため、MLS の最低委員会はプレーを再検討し、目に余る反則であり、 レッドカードに値するとの結論を下した。4月25日、イエローカードとの判定が覆り、前述のラフプレーのために2試合の出場停止と1000ドルの罰金処分が下された。2008年の MLS オールスターゲームでは、先発出場する11人に選出されたが、その代わりに北京オリンピックのアメリカ代表メンバーに招集されたため、オールスターには参加しなかった。 クラブや代表でのプレイぶりは、海外のクラブも目を引くほどで、2009年1月中旬には、アメリカ代表の冬合宿を離れ、スコティッシュプレミアリーグのセルティック FC のトライアルに参加した。2010年6月、2009から10シーズンの、ジュピラーリーグ優勝クラブである RSC、アンデルレヒトと契約した。2015年1月、ニューヨークレッドブルズへ移籍した。 2016シーズンには20アシストを記録した。MLS でシーズン20アシスト以上を記録したのはクリエスタンとカルロスバルデラマの2人のみである。2017年2月15日にはダックス・マッカーティに代わりキャプテンに指名された。2018年1月3日、オーランドシティ SC へ移籍した。2019年12月11日、ロサンゼルス・ギャラクシーへ移籍した。 2004年から U-20 アメリカ代表に招集されて16試合1得点の成績を残し2005年には FIFA フフワールドユース選手権に出場した2007年初めアメリカ A 代表チームのトレーニングキャンプに呼ばれたが試合に出場することはなかった6月2日にカリフォルニア州のサンノゼで行われた中国戦で 初出場し、ベニーファイルハーバーの得点をアシストした。2008年には、ピーター・ノワックスが率いる U-23 アメリカ代表の一員として、北京オリンピックに出場した。出場を決定させたカナダ戦で得点したほか、本大会グループリーグの2から2で引き分けたオランダ戦、1から2で敗れた決勝トーナメントのナイジェリア戦で、得点し、計2得点で、 チームのトップスコアラーになった。北京オリンピック後は A 代表を率いるボブ・ブラッドリー監督に常に招集されセンターハーフのポジションで出場している。2010フィーファワールドカップ北中米カリブ海予選では2アシストを決め2009年1月24日のスウェーデン戦ではハットトリックを達成し3から2で勝利した。それまで無得点だった選手が ハットトリックを達成したのは、1934年5月24日に4得点を決めたアルドドネリに次いで、アメリカ代表史上2人目である。また、アメリカ代表の歴史の中で11度目のハットトリック、達成であった。2010年2月24日、エルサルバドル戦の92分に決勝点となる、ゴールを決め、代表4ゴール目を派手なゴールセレブレーションで祝った。 ありがとうございます。